福山雅春は日本の男性シンガーソングライター、俳優。所属事務所はアミューズ。所属レコード会社はユニバーサルミュージック。公式ファイクラブ名はブロス。主な愛称はマシャ。ラジオ DJ や写真家としても活動。長崎県長崎市にて1969年2月6日午前6時40分に4000グラム町で出生。二人兄弟の次男として生まれる。 長崎県立長崎工業高等学校情報、技術科卒業後に母親を安心させるため長崎の電子計測機会社に5ヶ月間勤務。辞職して上京し、アルバイト生活を送る中1988年にアミューズ10ムービーズオーディションに合格し、アミューズに所属。その後、映画、ホンナ5グラムにて19歳で俳優デビュー。 1990年3月21日、21歳。シングル、強憶の雨の中で、歌手デビュー。その後、翌1991年春に、ラジオ番組 FM 横浜、ロックエイジでラジオ DJ デビュー。同年秋からは、TBS 系ドラマ、明日があるからで、テレビドラマデビュー。なルックスで俳優として、 注目を浴びる。1992年の自身出演ドラマ、愛はどうだの挿入歌に起用された、軍内のヒットで歌手としても注目され、1993年には大ヒット月九ドラマ、一つ屋根の下で、次男役での出演とメロディーのヒットで知名度が全国区になり、同年の NHK 紅白歌合戦に初出場。その後も、It's Only Love、Hello と、 ミリオンセラーを連発し、俳優としても月9ドラマ、いつかまた会える二発主演以降、人気を不動のものにする。1996年から一時芸能活動をセーブするも1998年に本格的に活動再開し、桜坂が220万枚を超える大ヒットに。1990年代後半以降は好きな男ランキング上位の常連となる。 その後も、虹、ひまわり、それが、すべてさ、家族になろうよなどのヒット作を放ちながら、ドラマ、ガリレオシリーズや大河ドラマ、ローマ伝主演など、歌手活動と俳優活動を並行して行っている。1990年代後半からは、写真家としての活動も行っており、テレビ朝日の書きオリンピックオフィシャルカメラマンを担当したこともある。二千六年には、 初の写真作品集も発売。他にも CM やバラエティ番組、スポーツ番組、教養番組に出演するなど幅広く活躍している。出身地、長崎市の魅力を内外に発信する長崎ふるさと大使に2008年に就任。2014年には初の台湾公演に先立ち台湾観光局に台湾観光親善大使に任命される。2018年、 長崎県の島の魅力を伝えるプロジェクト、長崎ブルーアイランズプロジェクトのナビゲーターに就任した。2020年、長崎市が今も原爆投下時の痕跡を残す、被爆樹木を平和発信に活用する、長崎クスノキプロジェクトを立ち上げ、本プロジェクトの総合プロデューサーに就任した。2021年、長崎を元気にするアイデアを県内外から集め、 応援するプロジェクト、長崎の変のクリエイティブプロデューサーを務めることになった。女優、吹石和江との婚姻届を2015年9月28日に提出したと2015年9月28日株取引終了直後に発表。株価への影響をできるだけ小さくするため株取引終了直後に結婚発表したが、所属事務所アミューズの株価が 翌29日に前日比500円安まで、急落、2013年8月以来の値下がり率を記録。1日で、時価総額が41億円減少した。また、相対、欠勤、または家事など仕事ができなくなる女性が続出し、福山ショック、マシャロスと報じられた。1988年、アミューズ10ムービーズオーディションに合格し、映画、 ほんの5グラムでデビュー。同じ事務所の看板スターで映画主演5本目となる富田康子の相手役で2番手待遇という新人としては相当な好遇であった。1991年10月から12月期で TBS 金曜ドラマ明日があるからに出演。これ以前にもドラマの仕事を打診されたがあくまでもミュージシャンになるのが夢だったので出演依頼を断っていた。しかし、 尊敬する ARB の石橋良也絵が、狂い崎サンダーロードで主演した山田達夫がこのドラマに出演するということで、福山も出演した。1992年4月から6月期の TBS 金曜ドラマ、愛はどうだでレギュラー初出演となり、挿入歌となった群内がスマッシュヒットとなる。この年は10月から12月期の TBS 同枠ドラマ、 ホームワークにも出演している。1993年4月から6月期に放送されたフジテレビ系ドラマ一つ屋根の下に出演。平均視聴率28.4%、最高視聴率37.8%の大ヒットドラマとなる。1995年7月から9月期のフジテレビ系ドラマいつかまた会えるでドラマ初主演と、 月九九主演をを果たす音楽活動を休止している中、百九十七年四月から六月期に一つ屋根の下にに出演。役の設定上出演シーンは少ないが終盤では主役級の役柄となった。九百九十八年に本格的な活動再開となり四月から六月期に TBSK ドラマ巡り合いで主演を務める。九百九十九年には フジテレビ系、古畑任三郎に、犯人役で、ゲスト出演。7月から9月期には、フジテレビ系、パーフェクトラブ。で、二度目の月9主演となった。2003年に1月2日、日本テレビ系、スペシャルドラマ、天国の大介へ箱根駅伝が結んだ絆に、主演。その後1月から3月期にフジテレビ系、美女か野獣で、 松島七子とダブル主演しもに報道関係者を演じる。2007年10月から12月期でフジテレビ系ドラマガリレオに主演。天才物理学者、湯川学を演じ話題となった。ドラマは初回視聴率24.7%を記録した。2008年10月4日、映画初主演となる容疑者 X の検診が公開。全国公開前には、 地元長崎市の東方シネマズ長崎にて全スクリーンを使った先行上映会と舞台挨拶を実施した。2009年には映画アマルフィの報酬に特別出演した。2010年 NHK 大河ドラマ第49作龍馬伝において主人公坂本龍馬を演じる。この演技が高評価され第48回ギャラクシー小テレビ部門個人賞を受賞した。 2011年には映画アンダルシア女神の報復に特別出演した。2013年4月から6月期にフジテレビ系ドラマガリレオの続編が放送され、ドラマ放送終了後の週末には映画真夏の方程式が公開された。また、これ枝裕和監督作品のそして父になるに初の父親役で主演し、作品が 第66回カンヌ国際映画祭審査員賞を受賞した。2014年、第35回横浜映画祭で、主演団優勝、第37回日本アカデミー賞で、優秀主演団優勝、第28回高崎映画祭で、最優秀主演団優勝を受賞した。映画、ドゥローニケンシン京都大化編、伝説の最後編では、彦コ十郎役で出演した。 2016年4月から6月期にフジテレビ系ドラマラブソングに主演。2016年夏には世界的名称ジョン・ウー監督が手掛ける香港中国合作映画マンハントで中国の俳優ジャン俳優と W 主演し日本国外デビュー。日本は2018年2月9日公開された。2016年10月。 大根ネ・ヒが監督を務めるスクープに写真週刊誌パパラッチ役で主演。2017年1月、これ田博和監督との再タッグで3度目の殺人で弁護士役に初挑戦。9月9日公開された。作品が2017年8月30日から9月9日まで開催される第74回ベネツィア国際映画祭にて、 コンペティション部門に正式出品される。2018年8月、岩井俊二が監督を務めるラストレターに小説家役で出演。2020年1月17日に全国で公開。2018年9月、西谷博が監督を務めるマチネの終わりに2天才クラシックギタリスト役で主演。2019年11月1日公開。 2019年4月から6月期に TBS 系ドラマ集団作戦で日曜劇場初主演。福山演じる主人公の銀行員、片岡洋は50歳を目前にして支店長への承認人,人事を受けるも移動先は廃店が決定している鎌田支店だった。鎌田支店の副支店長、前山徹役で香川照之が出演。 福山と香川が共演するのは2010年放送の、龍馬伝マデン以来で、約9年ぶり。2020年10月、第12回玉映画賞で最優秀男優賞を受賞した。1990年3月21日、シングル、追憶の雨の中でデビュー。1992年、自身出演の TBS 系、ドラマ、愛はどうだの挿入歌となった5枚目のシングル、軍内が、 スマッシュヒットする。1993年5枚目のオリジナルアルバムコーリングで初のオリコンアルバムチャート1位を獲得した。1994年には9枚目のシングル It's Only Love Sorry Baby で初のオリコンシングルチャート1位ミリオンセラーを獲得。1995年の10枚目となるシングルハローもオリコンチャート初登場1位を獲得し、 マキシシングル初のミリオンセラーとなった。シングルコレクション、M コレクション風を探してるもミリオンセラーとなる。また、初のアリーナツアー、福山マッサファル M コレクションウィアーブロススペシャル95を開催。しかし、1996年1997年と、しばらくの間、音楽活動は全面的に休止状態となる。1998年4月、 自身主演の TBS 系ドラマ、めぐり合いの主題歌、挿入歌を含んだ12枚目のシングル、ハート、ユーとドラマのサウンドトラック、モアを同時発売して、約2年半ぶりに音楽活動を本格的に再開。6月には4年ぶり7枚目のオリジナルアルバム、シング、A ソングを発売。年末には、後に恒例となる、冬の大感謝祭を初開催した。 1999年、自身主演のフジテレビ系ドラマ、パーフェクトラブで劇中音楽を担当。松本英子へドラマの挿入歌、スコールを提供し、スマッシュヒットとなる。その後、自身14枚目のシングルとなる、ヘブン、スコールは、登場5周目でオリコンチャート1位を獲得。デビュー10周年を迎えるにあたって発売した、ベストアルバム、 マグナムコレクション1999ディアーは、初登場1位となり、ミリオンセラーになった。デビュー10周年となった2000年、5年ぶりのアリーナツアー 10th ニバーサリーウィアーブロースツアーマグナムコレクション2000を開催。15枚目のシングルとして発売された、桜坂は、当時 TBS 系列で放送されていた、雲南の本んとこ、のコーナー。 未来日記 V のテーマソングに使われダブルミリオンセラーとなり、曲のモチーフになった東京オタクの桜坂には多くの人が訪れ、一躍全国区での有名スポットとなる。6月には地元長崎市の稲佐山公園や外ステージで外線公演を開催した。10月にはテレビ朝日系シドニーオリンピック放送テーマソングとなった、へ、hey、え、を16枚目のシングルとして発売した。 2001年4月、8枚目のオリジナルアルバム、F 発売。5月には、初のドーム公演となる、卵的大決起集会、まだまだ行くやろ。東京ドーム、大阪ドームを開催した。2002年、カバーアルバム、福山エンジニアリングサウンドトラックザゴールデン、オールディーズを発売。2003年、18枚目のシングル、虹、ひまわり、それが、すべてさアルバム。 福山雅春マグナムコレクションスローを同時発売し、オリコン週間チャートのシングルアルバム両部門で男性ソロアーティスト初となる同時1位を達成した。2005年、デビュー15周年を記念したアリーナツアー、福山雅春フィフティーンスアナバーセウィアーブロス、フリーダムツアー風を開催。2006年5月、21枚目のシングル、ミルクティー、美しき花発売。 8月には、所属事務所の先輩、桑田圭介を中心とした音楽フェス、ザムジュン島フェスに出演。12月には9枚目のアルバム、5年ものを発売した。2007年は、年始から、アリーナツアー、福山雅春ウィアーブロス、ツアー2007、17年ものを開催。自身主演のフジテレビ系ドラマ、ガリレオのために、 共演者の柴崎コートのスペシャルユニットコープラスを結成。シングル、キッスして、とサウンドトラック、ガリレオオリジナルサウンドトラックを同時発売した。2008年には映画、容疑者 X の検診公開に合わせて、コシングル、最愛を発売した。2009年、初の日本武道館公演となる、福山いきなりの大感謝祭を4日間開催。その後、 アリーナツアー、福山正春 20th a ニバーサリー s a r y y e a ツアー2009同票がスタートし、6月には10枚目のオリジナルアルバム残響を発売。オリコンアルバムチャート1位を獲得した。8月には、長崎市稲佐山公園や外ステージにて9年ぶりとなる外線公演、福山夏の大創業祭稲佐山を2日間開催。 長崎ビッグエヌスタジアムではパブリックビューイングを行い、延べ5万人を無料招待した。12月には25枚目のシングル、発恋を発売し、年を越してのロングセラーとなった。2010年、デビュー20周年、ベストアルバム、ザベストバンを発売、初登場1位となった。2011年、アリーナツアー、福山雅春ウィアーブロス、 ツアー2011ザライブ版を開催。東日本大震災の影響で中断を余儀なくされるも全国18会場54公演を遂行した。8月には初の沖縄公演を開催。27枚目のシングル、家族になろうよ、ファイティングポーズはオリコンシングルチャート1位を獲得。オリコンシングルチャート登場週数が82周となるロングヒットとなった。 2012年、同時発売した、ライブ DVD、福山正春ウィアーブロス、ツアー2011ザライブ版、福山冬の大感謝祭その11初めてのあなた、大丈夫ですか常連のあなた、お待たせしました本当にやっちゃいます。無流行火祭、福山真夏の初体験ザライブ版、イン沖縄が、オリコン音楽 DVD チャート初登場1.23位を、独占した。9月、 ファンクラブ会員、公式携帯サイト有料会員を対象としたライブイベントを横浜スタジアムにて3日間開催した。2013年、フジテレビ系ドラマ、ガリレオ放送に合わせて、校が復活し、シングル、恋の魔力を発売。その後、映画、真夏の方程式公開にも合わせて、これまでのガリレオシリーズで使用された楽曲をまとめた、アルバム、ガリレオが発売された。 2014年5年ぶり11枚目となるオリジナルアルバムヒューマン発売後初のドームツアー福山正春ウィアーブロスツアー2014ヒューマンを開催また初の海外公演となる福山正春ウィアーブロスツアー2014イノアジアを台湾、香港で開催年末には恒例となる冬の大感謝祭の一環として初の男性限定ライブ 女性限定ライブを開催した。2015年3月で終了となった日本放送福山雅治のオールナイト日本サタデースペシャル魂のラジオ内での弾き語りコーナー魂のリクエストをアルバム化。デビュー25周年を記念したスタジアム公演と6年ぶり3度目となる長崎稲佐山公演も決定。また10代限定ライブを開催した。 2015年12月、デビュー25周年記念ベストアルバム、福の音を発売し初登場第1位。2017年、約2年ぶりのシングル、聖域が発売。兄弟曲は、テレビ朝日系木曜ドラマ、黒川の手帳の主題歌。オリコンシングルジャート初登場1位となった。シングル1位獲得は2009年6月1日付で、記録した。 化身から9作連続で通算18作目。自身が持つ男性ソロアーティスト及びシンガーソングライター歴代1位となるシングル主位獲得作品数記録を共に更新した。さらに同じく自身が男性ソロアーティスト歴代1位を保持するシングルアルバム総売上げ枚数を2410.0万枚とし、3つの歴代1位記録を自ら塗り替えた。 2018年1月から約3年ぶりとなるアリーナツアー福山雅春ウィアーブロスツアー2018を開催した5月福山雅春ドームライブ2018暗闇の中で土辺を開催7月第100回全国高等学校野球選手権記念大会を記念して日本放送協会の高校野球中継のテーマソングとして甲子園を制作した 2019年、50歳の誕生日に CD4 枚組のアルバムダブルアンコールをリリース。2018年に行ったライブのダブルアンコールで披露したギター弾き語り音源31曲と MC を収録した。2020年3月、デビュー30周年イヤーのスタートとして、横浜アリーナで福山雅治サハル 30th anniversary キックオフライブ30歳。 以上開催する予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大による影響を考慮して開催を中止とし、デビュー日となる3月21日にスタジオライブをワウワウで生中継。同様に、9月に開催予定だった故郷、長崎での野外ライブ、福山夏の大創業祭2020稲な山と11月から開催予定だったアリーナツアー、ビアーブロス。 ツアー2020から2021が延期となり1年後に開催される。12月6年8ヶ月ぶり12枚目となるオリジナルアルバム、アキラをリリース。合わせてアルバム全収録曲を披露する自身初のオンラインライブ、福山雅春 30th anniversary アルバムライブを開催。アキラで五十代での初アルバム一位となり、これで二十代、三十代、四十代、 50代の年齢4年代連続アルバム1位を達成。年齢4年代連続アルバム1位は男性ソロアーティスト史上5人目となる。さらに、自身が男性ソロ1位の記録を持つシングルアルバムの総売上枚数は2431.1万枚に更新。アルバムで1位を獲得した作品は12作目となり、長渕剛。 氷室京介と並んで男性ソロアーティスト歴代1位に並んだ。ラジオパーソナリティとしてのスタートはデビュー間もない頃から始まっており、キャリアは20年以上となる。中学、高校生時代にはオールナイト日本を頻繁に聞いていたという。平日は眠ってしまうことも多くあまり聞けていなかったが、 小福帝鶴光が週末にパーソナリティを務める小福帝鶴光のオールナイト日本を愛聴して鶴光の巧みな遠服ネタ、演唱はお好み、ラジオにおける自分の話術に取り入れている。ただ、福山は日常において下ネタを好んで話すことはないため、コンサートに招待された北野誠がこれだけ大勢の女性の心を掴んでいるのに、 ラジオであえて下ネタを全面に出して駆使する必要はないのではと質問すると、福山は鶴子師匠の影響が大きく、ラジオイコール下ネタという図式が僕の中で確立してしまっていると回答している。美女か野獣、ラブソングで共演した志賀幸太郎の声を、福のラジオ番組内で絶賛している。武田哲也や平泉生のモノマネを頻繁に行っている。 主な下ネタ発言は、俺は、オナニーの神様の子供、マーラダンコーン。シンポジウムって言葉の響きがロいよね。あと、スタンディングオベーションもなんかやらしい感じがするよね、などがある。1994年に行ったシングル、ハローのジャケット撮影をきっかけに、鳥取県境港市を拠点にする写真家、植田正春との交流を深め、 1999年のシングルヘブン・スコールのジャケット撮影まで様々なフォトセッションを行った。福山は境港や米子近辺をよく訪れており、対談の中で福山は鳥取県について第二の故郷と呼びたい。そんな暖かさを感じますと述べている。1996年から1997年頃の活動休止期間には、 旅先でカメラを構え数多くの写真を撮り続けた。それら数多くの写真や、上田やハービー、山口とのフォトセッションなどで撮った写真は、後に開かれる、写真展に展示された。1998年、花田博之のシングル、ステューピッドのジャケット写真を手掛ける。また、小崎あみのシングル、愛の構造アルバム、アローズ・イン・マイ・アイズのジャケット写真も撮影する。 2000年、ニコル2000年春夏、コレクションイメージポスターを担当する。テレビ朝日のシドニーオリンピックオフィシャルカメラマンも担当する。2001年1月、写真展、TV 朝日シドニー2000フォトリポートが開催され、シドニーオリンピックで福山雅春が撮った写真作品に約100点が展示された。また、写真家集団、マグナムフォトの写真集、 スマイルスマイル -100 の微笑みの最後に、世界的な写真家、エリオット・アーウィットと福山がコラボレートした写真が掲載され、写真展、マグナムフォト創設55周年記念写真、スマイルスマイル -100 の微笑みに出展された。これは、歌手でありながら、写真家としても活動する福山にエリオット・アーウィットが注目したことがきっかけである。2002年6月、 自身作詞作曲で前川清に提供した楽曲ひまわりのジャケット写真を担当する。7月から上田正春写真美術館にて福山正春展、ザエキシビジョンオブ正春福山庄司、上田フォトグラフスが開催され、本人が撮影した写真も展示された。11月から写真展、福山みーついたり、 福山雅春写真展に福山がイタリアで撮影した風景写真が展示される。12月から福山雅春写真展、ザ・ギャラリー・オブ・福山ニアを長崎ハウス・テンボス美術館で開催し、上田雅春を共にしと青ぐ瀬尾こうと初めての本格的なコラボレーション作品展となった。2004年9月、初の個展、ドマーニプレゼンツ福山雅春作品展旅、 記憶の柱が開催され、過去10年の旅の記憶作品に、セルフポートレートや風景写真等が展示された。また、テレビ朝日アテネオリンピックのオフィシャルカメラマンを担当する。ジョン、ケン、ヌッツォのアルバム、テノリッシモのジャケット写真も手掛ける。2005年5月、福山正春15周年記念写真展、福山正春、大村克美、伝言が開催される。 7月には、オマージュオマージュ、上田正春に捧ぐ、福山正春、菊池武雄、堀内誠一が、上田正春写真美術館で開催された。花田博之のアルバム、ソングフォーユーのジャケット写真を担当する。2006年、富士フィルム CM、ホトイズ、福山編に出演し、本人撮影の写真が使用されたほか、ホトイズ1万人の写真展でも自ら撮影した。 写真を特別参加として8枚出展した。11月、初の作品集 F5.6 のハロー1、125のサヨナラを発売し、それを記念した写真展、フォトステージ記憶の箱庭が12月から開催された。この催しには、福山による作品に加え、上田正春写真美術館での作品なども展示された。2007年7月、写真展、 フォトステージ2で愛の記憶を開催する。10月、ボブ・ディランの世界的キャンペーン、ディランアイコンの一環として行われたビジョンズ・オブ・ディランに参加し、写真とメッセージを提供する。2008年4月、故郷の長崎市にある長崎県美術館で写真展、フォトステージ3残響を開催。7月、写真集、ポートレート被写体、福山正春を捉えた。 写真家たちが発売される。8月からテレビ朝日北京オリンピックオフィシャルカメラマンを担当。撮影した写真が朝日新聞やアイラに掲載される。2012年6月、4代目市川猿之助、9代目市川中社襲名披露公演の工場ポスター撮影と宿幕デザイン手掛ける。8月、ロンドンオリンピック開催期間に、 現地で撮影した写真を含んだアエラムック・ボーン、ロンドン2012福山雅春ロンドン五輪が発売される。2016年8月、テレビ朝日のリオオリンピックオフィシャルカメラマンを担当する。ザテレビジョンドラマアカデミー賞日本ゴールドディスク大賞、山本賢吉文学賞館校長長官表彰、橋田賞ギャラクシー賞横浜映画祭。 日本アカデミー賞高崎映画祭香港国際流行音楽大賞日本レコード大賞玉映画賞2014年4月9日から一部アルバムのデジタル配信を開始し2015年3月25日までにほぼすべての楽曲を配信している2017年12月22日から全曲サブスクリプションサービスの音楽配信を解禁している オリジナルシングルデジタルシングルその他のシングルオリジナルアルバムベストアルバムその他のアルバム一般発売作品限定発売作品写真集オフィシャルスコア福山冬の大感謝祭の会場の一つであるパシフィコ横浜国立大ホール泉谷茂主催、島原うんぜんふだけ救済イベントロックセーブディスタウン島原0813 川崎クラブチッターアクトアゲンストエイズ9312-01日本武道館島原雲全不元だけ救済イベント日本を救え9410-28島原文化会館アクトアゲンストエイズ9412-01国立代々木競技場第一体育館アクトアゲンストエイズ2000ライブイン大阪12-01大阪城ホール日本放送こんなのありえがアマゾン08 16横浜アリーナアクトアゲンストエイズ2003ザバラエティ1112零一日本武道館スイッチトゥエンティースプレゼンツスイッチオンエヌライブ福山正春シオン東京零九9 20エビスリックウィドリウムアクトアゲンストエイズ2005ザバラエティ13十二零一日本武道館ザムジンシマフェス零八8 26浜名湖ガーデンパーク零八8 27浜名湖 ガーデンパークライブ福島フートロックスーパーヤバツイレイ9-17バンダイアタミスポーツパークアクトアゲンストエイズ2012ザバラエティ2012レイチ日本武道館アミューズ35スアニバーサリー BBQ インツマゴ僕らのビートをくらえコラレイ7-14静岡県妻マゴイザ60スアニバーサリーロック10チャーライブイン日本武道館レイ6-15日本武道館 宮田和也、5 0スバースデーライブ y l に、01渋谷プレジャープレジャー、朝日スーパードライプレゼンツ、乾杯ジャパンライブ10、28東京ドーム、朝日スーパードライプレゼンツ、乾杯ジャパンライブれ八8、10メットライフドームアコースティックギターエレクトリック、ギター2011年からは、ヴィンテージギターの出番は少なくなっている。福山曰く、トリプルギター体制では粒立ちよく、 かつパワーのあるギターでないと音が渦漏れてしまうことから PRS、ジェームス・タイラーといったモダンギターがステージでの主力である。アンプ・アンプヘッドはコッホ・スーパーノバとフェンダー等をマスターを使用。スピーカーは同じくコッホとフェンダーのキャビネットを使用している。ヘッド部にはサムソンのワイヤレスユニット UR-5D も備わっている。またテレビ番組に出演するときには オレンジのアンプを使うことも多い。ベースピアノシンセサイザー放送終了した番組太字は主演を示す。太字は主演を示す。紅白歌合戦出場歴、三菱自動車、ロッテパナソニック大道ドリンクキリンビール、日本高速通信札幌飲料、東芝は上上うわうエフテシ制度、 資生堂アップル明治聖火明治大塚製薬、ポカリスエット、日本郵政公社サントリー富士、フィルム鈴木キ,キューピーアサヒカセグリコシチズン、キリンビバレジダンドップアサヒビールグリーピー&、GMAX ファクター JCB トヨタ自動車一覧、福山正春名義のタイアップ曲を掲載のタイアップ曲は除く。ありがとうございます。